よう。Oh.
よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。わかった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
し。そうね。アクティベートしておいたから。わかった。おい、キルト。なんか向こうが騒がしくないか？喧嘩かなんかかもしれねえな。キルト、行ってみようぜ。ちょっとやめてってば、話して。いちいちうるさいな。抵抗しても意味がないって、そろそろ覚えてくれよ。おいおいおい、その手は早く話した方がいいんじゃねえか？相手は嫌がってんだろ。ちょっとちょっと、嫌がってるからって事情も聞かずに俺たちを一方的に悪者扱いはないでしょう。ふざけないで。あなたがリーダーに何かしたのは分かってるんだから。何かってなんだよ。あの路地であなたたちがリーダーに触れたかと思ったらそのまま消えちゃったんだから。あなたたちが何かしたに決まってるでしょ。変な言いがかりはよしてくれよ。人を消すなんてできるわけないだろ。あれは転移のエフェクトじゃなかったもの。光の粒子が拡散するみたいな感じで。何を揉めているんだね、騒がしい。冤罪ですよ、冤罪。この世界に弁護士はいないんですかね。何かおかしなことしたに決まってる。絶対にチートしたのよ。ようやくここまで来れたのに。もうすぐみんなで一緒に戻れると思ったのに。やれやれ、とにかく証拠も何もなく単なる言いがかりだということは間違いない。泣いてわめいて見苦しいことこの上ないな。ちょっと待てよ。俺にはどっちが正しいこと言ってるとかそんなことは分かんねえがな、ここまで一緒に頑張ってきた仲間がいなくなったんだ。そりゃあ泣きもわめきもするだろうよ。見苦しいってのは訂正してくれねえか。見苦しく思ったから見苦しいと言ったんだよ。君に僕の心の自由を束縛する権利はあるのか。んだと？まあ、頭に自信がない人間ほど腕力に訴える傾向があるのは承知しているけどね。随分と見下してくれんじゃねえか。ふっ、どきたまえ。とにかく言いがかりはやめてもらいたいね。おいキリト、今俺は突き飛ばされたんだよな。なんで犯罪防止行動が動かねえんだ。普通人を無理やり押したり引いたりなんてできねえはずだろう。こいつはやばいな。急な用事でもあった？
そこまでしなくても、濡れたら濡れたで替えの服とか貸してあげたのに。うちが喫茶店じゃないって覚えてくれるならね。褒めてもおやつは出さないわよ。そうね、こんな雨の日に来るのは何も買わずにお茶だけ飲んでくどこかの誰かさんくらいじゃない。こういう暇な日もないと在庫整理ができないからちょうどいいわ。やることはいくらでもあるし。防具？防具はね、作らないわけじゃないけど、武器で手一杯だからなかなかね。そうね。だったらちょっと協力してくれる？採寸。キリトの体に合わせて防具を作るから採寸させて。必要ないけど気持ちの問題よ。防具なんてほとんど作ったことないから、まずイメージ作りから始めないと。システム的にはインゴットを叩くだけで完成しちゃうけど、それじゃあ気持ちのこもった装備品にならないわ。何ができるかはわからなくても、こんな防具になってほしいってイメージは常に持ち続けてないと。ここにはあんたしかいないでしょ。防具を外してくれる？なるべく薄着の方がいいから。まだ残ってるでしょ。小学校の身体測定の時、キリトはどうしてたの？往生際が悪いんだから。それじゃあじっとしてて、上から順番に測っていくから。我慢して。ちょっと腕を上げてくれる？胸周りを採寸するわ。そうね。ちょっと待って、うまくメジャーが固定できなくて。少しだけこうしていてもいい？キリト、見た目は細いのにたくましいんだね。細いけどしなやかで、筋肉が綺麗に動いてて、こうして触ってるとすごく。キリトはいつもこの体を傷だらけにして、血を流して苦しんで、命を危険にさらしながら攻略を進めてくれてるのに、ごめんね。私ももっとキリトの役に立てればいいのに。
んかくっついちゃって。え、あ、そうだね。いつの間にか病んでたね。うん、それじゃあまた。よう。よし。